皆さんこんにちは。ゆっくりかなみです。ゆっくり二郎だぜ。鬼滅の刃で登場する、全集中の呼吸。って、どれも個性的な呼吸ばかりでかっこよいね。どの呼吸も魅力的で好きだよ。呼吸の多さ、各呼吸のエフェクトのかっこよさがあったからこそ、鬼滅の刃は大人気漫画になったと言っても過言じゃないな。特に各呼吸の最強の方はたまらないぜ。最強の方？どの呼吸も型が多いから、どの型が最強かピンとこないな。確かにそうだな。ずば抜けて強い方もあれば、どれも平均的に強い方もあるからな。でも、ある程度どの型が最強なのか読み取れるぞ。解説するか？おお、それはぜひとも知りたいよ。じゃあ今回は各呼吸の最強の型を解説していくぜ。今回の内容はネタバレを含む内容なので、アニメ勢の方々は、十分注意してくれだぜ。まず、紹介するのが鼻の呼吸だぜ。鼻の呼吸といえば、忍さんの継子かなおが使い手の呼吸だね。さすがよく知っているな。その通りだぜ。そして、鼻の呼吸の最強の方は、杖の型悲願主眼、だな。もうこれは、杖の刀だけあって、最強の方なのは間違いないぜ。確かに杖の型と聞くと、他の型よりも強そうだね。ちなみに、悲願主眼はどんな型なのかな？悲願主眼は簡単に言うと、限界以上の視力を得る能力だな。悲願主眼を使うと、目に力が入るからか、両眼が血で赤く染まるんだ。それによって、周囲の動きが、スローモーションに見えるようになるんだぜ。なるほど。周囲の動きが遅く見えるってことは、攻撃を回避しやすくなるね。それだけじゃないぜ。敵の攻撃の軌道も見極められるから、敵の懐に入りやすくなるんだ。つまり、鬼の首に歯が近づくってことだな。とても強い方だね。さすが杖の刀だけあるよ。確かに強いことは間違いないけど、悲願主眼はそう何度も使える方じゃないんだ。え、それはどういう意味かな？悲願主眼は命の負担がかなり大きいんだ。だから、長時間使ってしまうと、失明してしまうんだぜ。だから、本当の本当にヤバい場面でしか、使っちゃいけない禁断の大技なんだよ。なるほど。そういう意味での杖の型だったんだね。ちなみに、悲願主眼を使ったカナオは失明したのかな？カナオは、右目を失明したな。カナオは上弦の二道馬との戦闘の終盤で、悲願主眼を使ったんだ。道馬の強力な決起術を回避し、首を切るには悲願主眼を使って、道馬に近寄らなきゃいけなかったんだぜ。けど、使用時間は長くなかったんだ。え、じゃあカナオは短時間しか使っていないけど、失明したってことかな？その通りだぜ。つまり、短時間でも使用すれば失明するってことだな。それに、悲願主眼は最大で2回しか使えない。デメリットもあるぜ。最大で2回？それはどうしてかな？短時間でも1回使えば、失明する危険があるから、両眼分の2回しか使えないってことだぜ。なるほど。確かにそうだね。ちなみに、カナオは他の戦いでも悲願主眼を使ったのかな？道馬戦の後、無惨の手で鬼となった炭治郎を止めるために、悲願主眼を使っていたな。暴れる炭治郎を止めようとしたんだね。ちなみに、その時も失明したのかな？いや、その時は道馬戦よりも使用時間が短かったから、失明せずに済んだぜ。けど、目の負担は大きかったから、もう使えないだろうな。そうだったんだ。でも、カナオが体を張ってくれたからこそ、炭治郎は人間に戻れたんだ。カナオが悲願主眼を使わなければ、誰も炭治郎を止められず悲惨なことになっていたぜ。戦いを終結させた盾役者の一人ってことだね。その通りだ。最終戦後、炭治郎とカナオは結ばれたから、炭治郎はカナオの目となって、助けてあげなきゃいけないな。二人が幸せに暮らしている姿も外伝で書いてほしいね。続いて、紹介するのが水の呼吸だぜ。水の呼吸といえば、炭治郎と義勇さんが使っている呼吸だね。やっぱり水の呼吸の最強の型といえば、銃の型聖セイル天、かな？竜の姿になるエフェクトはかっこよいよね。確かに攻撃力で言えば、聖セイル天が最強の型になるな。でも、水の呼吸で最強といえば、11の型なぎ、だぜ。え、聖セイル天じゃないんだ。なぎって、義勇さんが独自に生み出した型だよね。聖セイル天は確かに攻撃力に優れた型ではあるけど、十分な威力を発揮するには、相当の連撃数が必要だったり、相手と距離を取らないといけないなど、デメリットが多いんだ。
一方の凪は攻撃力こそないものの、何もデメリットがない方なんだぜ。それに、防御力は他の方よりも圧倒的に優れているから、水の呼吸で最強といえば、凪になるな。なるほどね。確かに義勇さんの凪は、聖セイル天以上に多くの場面で活躍しているもんね。ちなみに、凪はどんな方なのかな？凪は義勇の日輪刀が届く範囲に入ってきた。敵のすべての攻撃を高速で切り込み、無効化する方だぜ。どんな攻撃も無効化なんてすごい方だね。作中では、下限の5類の攻撃や、上限の3赤座の攻撃さえも、凪で回避していたな。すごい。じゃあ、義勇さんの凪に止められない攻撃はないのかな？それがそうじゃないんだ。凪は義勇の間合いに入ってきた攻撃を、切り込む方だけど、すべて受け流せるわけじゃないんだぜ。義勇の切り刻む速度を超える攻撃に関しては、ダメージを負ってしまうんだ。じゃあ、無残の攻撃とかどうだったのかな？最終戦での無残の攻撃は凪でも、すべて防ぎきれていなかったな。無残の攻撃の場合、触手みたいな腕が無数に襲ってくるだけでなく、超スピードだったから義勇の凪でも、抑えきれなかったんだぜ。まあ、無残はチート級の強さだから仕方ないな。さすが、鬼の頂点に立つ鬼だね。でも、多くの鬼の攻撃を回避できる凪も十分すごいね。ちなみに、炭治郎も凪を得得できるのかな？おそらく無理だな。義勇は水の呼吸を完璧に得得し、継承しているから凪を生み出せたんだ。炭治郎は本来、火の呼吸の使い手であって、真の水の呼吸の使い手じゃないからな。だから、義勇のように完璧に継承するまでには、至らないと思うぜ。炭治郎の日輪刀は黒刀だったもんね。確か炭治郎も水の呼吸を、完璧に継承できないことを自分で気にしていたよね。そうだな。でも、結果的に水の呼吸と火の呼吸の二つを使えて、他の大使よりも強くなったから、凪がなくても何も問題ないぜ。むしろ、チート級の強さだよ。二つの呼吸を使えるってかなり有利だよね。さすが主人公だよ。続いて紹介するのが、雷の呼吸だぜ。雷の呼吸は前逸が使い手の呼吸だね。そうだぜ。雷の呼吸はどの方も攻撃力と速度に優れた方が、多いのが特徴的だぜ。その中でも、圧倒的な攻撃を誇るのが、父の片穂の雷槌の神、だな。これは、前逸好きの人なら知っている人も多い方だぜ。穂の雷槌の神、かっこよい斬撃だよね。そうだな。穂の雷槌の神は前逸が編み出したオリジナルの方だぜ。確か前逸って、一の肩壁歴一戦しか使えなかったよね。その通りだぜ。前逸はいくら教わっても、一の肩壁歴一戦しか得得できなかったんだ。けど、柱稽古の際に、海学が鬼になったことを知ってから、穂の雷槌の神の得得に励んだんだよ。そういうことだったんだね。穂の雷槌の神を生み出して、海学の首を跳ねたんだよね。その通りだぜ。上限の6になった海学は雷の呼吸と、血気術が組み合わさって、相当な強さに到達していたけど、前逸は穂の雷槌の神でなんとか倒せたんだ。まだ、鬼になって日が浅かったとはいえ、上限の6の海学を倒すって相当強い方だよね。そうだな。穂の雷槌の神は竜のような雷のエフェクトをまとい、超スピードで斬撃を放つ方だぜ。雷が竜のエフェクトになっているから、攻撃範囲が広いことはもちろん、スピードも相当速いのが特徴的だな。でも、海学は雷の呼吸の使い手で、上限の6になる実力者だけど、どうして穂の雷槌の神を避けられなかったのかな？それは、穂の雷槌の神が圧倒的な速度だったからだぜ。穂の雷槌の神は前逸の完全オリジナルの方だけど、その土台となっているのが一の肩壁歴一戦なんだ。壁歴一戦の踏み出しや直線攻撃を、さらに昇華させたのが穂の雷槌の神だぜ。圧倒的な速度を可能にしたことで、海学も首を切られたこと自体、気づかなかったんだ。なるほど。今まで一の肩壁歴一戦を磨き上げた前逸だからこそ、生み出せた方だと言えるね。そうだぜ。雷の呼吸の一の肩だけは得得できなかった海学は、穂の雷槌の神を得得することはできないだろうな。そうかもしれないね。こんな強い方を得得したなんて、前逸も相当な実力者だね。上限の6の海学に通じたってことは、他の上限の鬼にも穂の雷槌の神は通じるのかな？穂の雷槌の神は攻撃力が高いからその可能性はあるぜ。でも、穂の雷槌の神は使うと、その反動もあるから、
やすやすと連発できる方でもないんだ。それに、上限の6だったとはいえ、改革は鬼になって日が浅いから、他の上限の鬼との実力差は天と地ほどあるぜ。なるほど。雷の呼吸の最強の方でも、上限を倒せるかはわからないんだね。でも、この方を得得したことで、前逸の実力も相当アップしたから、前逸単独で上限の鬼を、倒せるようになっていたかもしれないな。確かに、前逸が上限の鬼に単独で立ち向かう姿が見たかったね。まあ、前逸は泣き虫だから、絶対一人で戦おうとしないけどな。そんな臆病者の前逸も可愛くてたまらないね。続いて、紹介するのが霞の呼吸だぜ。霞の呼吸の使い手は無一郎だね。そうだぜ。鬼殺隊の神道無一郎は、刀を握って2ヶ月しか経っていないのに、柱に登り詰めるほどの実力者だな。無一郎の性格的にも霞の呼吸が合っているよね。ちなみに、そんな霞の呼吸の最強の方は何なのかな？霞の呼吸の最強の方は、七の肩おぼろ、だぜ。おぼろも前逸や義勇のように、無一郎が独自に編み出した方だな。刀を握って2ヶ月で柱になるだけですごいのに、さらに独自の型を編み出すなんて、本当に神道だね。ちなみに、おぼろはどんな型なのかな？おぼろは発生させた霞の中に身を隠し、変幻自在の方法で敵を攪乱させる型なんだ。そして、攪乱させて、相手の死角から一気に攻撃を仕掛けるんだぜ。霞の呼吸の能力を存分に活かした型だね。そうだな。霞の呼吸は筋肉の緩急を使って、変幻自在な動きを実現しているから、動きを捉えるのが困難だぜ。その上、霞によって視覚も奪われるから、無一郎を捉えることはできないな。刀鍛冶の里編で退治した上限の五玉子も、おぼろの前では何もできず、首をはねられていたな。上限の五にも通じるって相当レベルの高い方だね。そうだな。攻撃力がズバ抜けて高いわけじゃないけど、無一郎のスピードと霞の呼吸の特性を、生かしたからこそ、玉子を圧倒できる強さに到達したんだぜ。玉子を圧倒したから、おぼろは他の上限の鬼にも十分通用する方なのかな？それはわからないな。ただ、無一郎は無限上編で上限の一国死亡と対峙した時、おぼろを使ったけど、全く通用しなかったな。え、通用しなかったんだ。国死亡が強すぎるのはあるけどな。けど、その国死亡もおぼろのことを、動きが読みづらい攪乱も兼ねた技、実に良き技、と、称賛していたんだ。だから、型のレベルが高いことは間違いないぜ。鬼の中でも最強の国死亡に称賛されるってことは、そうなんだろうね。他の上限の鬼ともおぼろを使って戦う姿を見たかったよ。無一郎は圧倒的な人気を誇るキャラだから、他の上限との戦闘シーンがあったら、より鬼滅の刃は人気が出ていたかもしれないな。続いて紹介するのが、炎の呼吸だぜ。炎の呼吸の使い手は、煉獄さんだね。映画無限列車編で多くの人が、炎の呼吸の強さを目の当たりにしたよ。そうだな。炎の呼吸は全ての呼吸の中でも、攻撃力に特化しているのが特徴だな。その中でも、最強の攻撃力を誇るのが、具の型煉獄、だぜ。名前と同じ型だね。煉獄さん自身もこの型を奥義って言っていたよね。よく覚えているな。その通りだぜ。奥義なだけあって、煉獄の威力は他の型と分けた違いなんだ。煉獄は炎をまとった状態で相手に、超スピードで突進を仕掛ける型だぜ。日輪刀で相手の体を切り刻むだけでなく、その後は炎の渦が相手を襲うんだ。映画で煉獄を使った時の迫力はすごかったよ。あの赤座も大ダメージを負っていたもんね。そうだな。首に当たっていれば、跳ねることもできたかもしれないな。まさに煉獄さんの熱い闘気が、形になった方って感じだね。そうだな。雷の呼吸の炎雷鎚の髪に似た攻撃だけど、攻撃範囲が大規模な点を考えると、煉獄の方が攻撃力は高いかもしれないぜ。さすが、煉獄さんだね。煉獄を使って、他の上限の鬼と戦う姿を見たかったよ。煉獄さんの活躍ももっと見たかったけど、煉獄さんの死があったから、炭治郎たちは成長したんだぜ。煉獄さんに感謝しないとだな。確かにそうだね。煉獄さんありがとう。続いて、紹介するのが虫の呼吸だぜ。虫の呼吸の使い手は忍さんだね。鬼の首を切れない代わりに、毒で鬼を倒すなんて、忍さんもすごいよ。そうだな。そんな忍が使う虫の呼吸で、最強の方といえば、五行の前百足蛇腹、
だぜ。名前からして強そうな方だね。どんな方なのかな？百足蛇腹は、強烈な踏み込みから、四方八方にうねりながら、敵に突進する方だぜ。地面をえぐるほどの踏み込みから繰り出される突きは、かなりの威力なんだ。百足蛇腹を食らったドウマは、天井にまで突き刺さっていたな。それはすごいね。しかも、うねりながら近づくってことは、動きが読みづらいのかな？その通りだぜ。変則的な動きだから、相手を撹乱させることができるんだ。そして、その隙に強烈な突きを浴びせるんだ。上弦の二のドウマにも有効打になっていたから、多くの鬼にも通じる方だと言えるな。なるほど。確かにそうだね。忍さんは日輪刀に毒を調合しているから、この方にも毒の効果があるのかな？今日はいつも以上に察しがいいな。その通りだぜ。つまり、百足蛇腹は強烈な突き攻撃で、ダメージを与えることもできれば、毒の攻撃で相手を腐らせることも狙える、二段構えの型になっているんだよ。まあ、ドウマは倒せなかったけどな。百足蛇腹でもやられなかったドウマに、多くの読者が驚愕したよね。でも、その後カナオが仇を取ってくれてよかったよ。忍の攻撃があったからこそ、カナオはドウマを倒せたからな。忍にも感謝しないとだな。忍さんありがとう。続いて、紹介するのが岩の呼吸だぜ。岩の呼吸の使い手は姫島さんだね。そうだぜ。鬼殺隊最強の姫島が使う、岩の呼吸も攻撃力に優れた方が多いんだ。作中でも姫島さんの強さは際立っていたよね。ちなみに、最強の方は何になるのかな？岩の呼吸の最強の方は、死の方幽門岩即星、だぜ。幽門岩即星は、トゲ鉄球と斧を同時に相手に向けて投げつける方だよ。なるほど。他の呼吸とは違って、物理攻撃に特化した方だね。岩の呼吸自体が物理攻撃に特化しているからな。特段目立った派手さは特にないけど、その分攻撃力は高いんだぜ。幽門岩即星は、トゲ鉄球と斧をただ投げるだけじゃなくて、鎖を2箇所握っているから、自由に操作することもできるんだ。なるほど。じゃあ、的確に相手にヒットさせることができるんだね。その通りだぜ。国志望との激しい戦いの中でも、有効打になっていたから、威力が高いことは間違いないな。さすが、鬼殺隊最強の姫島さんが使う方だね。続いて、紹介するのが月の呼吸だぜ。月の呼吸の使い手といえば、国志望だね。十二鬼月の中でも最強の国志望が使用するだけあって、月の呼吸は攻撃範囲型の数攻撃威力ともに、他の呼吸よりもズバ抜けているんだぜ。国志望と対峙した姫島さんも、相当苦戦していたもんね。そうだな。姫島でも苦戦していたから、他の隊員だったら即死してもおかしくないぜ。そんな国志望の使う月の呼吸の中で最強の方は何かな？どの方も強力だけど、特に最強の方は、重視の方強変天満戦月、だぜ。強変天満戦月は辺り一帯を埋め尽くすほどの、斬撃を繰り出す方なんだ。斬撃は波紋攻撃になっているから、次々と折り重なって襲ってくるんだぜ。斬撃の威力はもちろん、強力だから一撃でも当たれば、大ダメージになるんだ。しかも、攻撃範囲は広いから、避けるのもかなり困難なんだぜ。うわぁ。そんなの避けられないよ。強変天満戦月だけで月の呼吸が、いかに強いかが伝わってくるね。確かにそうだな。この時、無一郎が、月通る世界、に入って、月を見つけたからなんとか回避できたけど、無一郎がいなかったら全滅していたかもしれないぜ。国志望強すぎるよ。よく倒せたよね。無一郎品津川兄弟姫島の連携の賜物だな。一人でも欠けていたら、勝てなかっただろうな。命を落としてまで戦ってくれた、無一郎と玄弥に感謝しないとだね。続いて、紹介するのが獣の呼吸だぜ。獣の呼吸は伊之助が使う呼吸だね。確か伊之助は獣の呼吸を独自で得したんだっけ？その通りだぜ。誰に教わるわけでもなく、独自で得したから、他の呼吸と違って個性的な方が多いのが特徴だな。そんな中でも最強の方が、六の牙乱喰神、だぜ。六の牙乱喰神って、残り木の要領で相手を切り裂く方かな？よく知っているな。その通りだぜ。日本の日輪刀で相手を挟み込み、そのまま残り木のように相手を切り刻むんだ。単純な方だけど、攻撃力だけで言えば、伊之助の方の中では最強なんだ。単純な性格の伊之助らしい方だね。
でも、この方は一点集中の方だから、二刀流の利点を活かしきれていない弱点もあるんだ。それに、ノコギリの容量で最大威力を発揮するには、時間もかかるから、一瞬で首を切れるわけではないんだぜ。なるほど。それでも、獣の呼吸の方の中では最強なんだね。そうだな。実際にこの方で鬼の首を切っているし、反撃技としても使えるからな。なるほど。応用が効くんだね。その通りだぜ。猪之助も呼吸の使い方を誰かに教えてもらっていれば、もっと強くなっていたかもしれないな。呼吸の使い方だけじゃなくて、まずは礼儀を教えないとだね。最後に紹介する呼吸が火の呼吸だぜ。始まりの呼吸の火の呼吸だね。やっぱり火の呼吸は、最強、の印象があるよ。そうだな。使い手のより一炭治郎は、どちらも無惨を追い詰めていたからな。特により一に関しては、無惨が恐怖を抱くほどの強さだったから、火の呼吸が最強だと思った読者も多かったと思うぜ。私もそう思ったよ。そんな火の呼吸の中でも最強はどの方なのかな？火の呼吸はどの呼吸も強力だけど、強いてあげるなら、九の方危機音功、だぜ。危機音功は日輪刀を両手で握り、跳躍と回転を同時に行って前方に突進する方だな。最終決戦で炭治郎が、カナを無惨から救い出した方だね。その通りだぜ。危機音功の強力な点は攻撃範囲の広さだな。突進しながらも、その周囲は火をまとっているから、攻撃が広範囲になるんだ。さらに、その火は自身を守る防御にもなるから、攻守を同時になせる方なんだぜ。なるほど、回転しながら、攻撃する点は、水の呼吸力の方、ねじれ渦、と似ているね。体を渦巻くようにひねる点は確かに似ているな。でも、危機音功は最終形態になった無惨の、無数の触手さえも防ぎきっていたから、ねじれ渦よりも数段レベルの高い方と言えると思うぜ。なるほど。それは確かに危機音功の方が強そうだね。火の呼吸が最強と言われる理由が分かった気がするよ。そうだろ。さすが、始まりの呼吸だぜ。今回はここまでにしとくぜ。どの呼吸のどの方も作中で、印象に残る方ばっかりだったね。そうだな。今回紹介した方に注目してみると、さらに鬼滅の刃が面白くなるぜ。確かにそうだね。早速読んでみるよ。また次回、鬼滅の刃の魅力が伝わる話を紹介するぜ。楽しみにしているぜ。それじゃ今回の動画は以上だぜ。ご視聴ありがとうございました。